先の清泉町に会長の手がかりがあるはずだよ。会長が盗んだものには風元素で目印がついてるから、元素資格でこの辺りを探してみよう。あ、なんだこれ。折れた木の枝に見えるね。風の翼の骨かもしれない。もしや元素の痕跡がないみたい。うん、ただの枝だね。この痕跡、会長か風スライムか。風スライムは飛べるから、これを踏んで飛ぼうとした人がいない限り会長のだろうね。風スライムでそんなことするやつがいるのか。とにかく痕跡がはっきりと残ってるから記録しておこう。このボロボロの布切れ、風元素の痕跡がある。この模様と編み方からして風の翼が破けたのかも。そんなんで風の翼だってわかるのか。さすが偵察騎士。これが会長のなら、奴の風の翼はもう壊れてるみたいだね。元素の痕跡はこの先に続いてる。会長はこの先に逃げたのか。ここで考えてても始まらないし、旅人、痕跡を追ってみよう。お、なんだか騒がしいな。戦いの音だ。まさか会長。早く行こう。よかった、セピロス騎士団の人がいればヒルチャールも手を出せないはずだ。何があったの。ヒルチャールに襲われてね。俺は足が速いからなんとかなったけど。ヒルチャールに襲われた。でもヒルチャールの集落は騎士団がほとんど潰したのに。小さな集落なんだ。町からそう離れてないから、俺も普段はそこを避けるようにしている。でもそのヒルチャールの集落に空から人が降ってきたんだよ。誰かさんがよくすることだな。それでヒルチャールが暴れ出して、その人を追って奴らが出てきたんだ。俺は逃げれたけど、果物を運ぶ車は全部壊されちまった。明日からどうすればいいんだ。その人ってどんな感じ。何かを抱えてたな。ふらふらと飛んでいって、あ、その抱えてたもののせいで落ちたんだな。まったく、飛行免許を取っていないのか。重いものを持って飛ぶのは禁止だって知らないんだよ。免許を取り消してやりたいね。重い荷物を持って、文化財を抱えて逃げた会長かもしれない。その人がどこに逃げたかわかる。俺も逃げるので精一杯だったからな。あっちの方に逃げた気がするけど。
なんとか手がかりをつかめたね。早速追いかけよう。あ、そうだ、この件は帰ったら騎士団に報告するね。集落も早めに対処するから安心して。相手を間違えたな。くらえ、失速しろ。これはどうだ。それの翼の作りを見た感じ、会長の仲間かも。でもなんであんなとこにいるんだ。確かにあんな下っ端じゃ私たちを止められないのに。それに文化財も見当たらない。まだ会長が持ち歩いてるんだね。よし、旅人、元素の痕跡をたどってみよう。目印の元素が尽きたのかも。そっか、元素の痕跡を消せないと分かって手下を使って足止めさせたんだ。痕跡が自然と消えるのを待つつもりなんだよ。そうはさせない、急ごう。ここから一本道だから会長はこの先にいるはず。でもこの様子じゃ追いつくには飛ぶしかなさそうだね。おい、下に敵がたくさんいるぞ。飛んだら攻撃されないか。うん、先に進むには飛びながら敵を倒すしかないかも。そうだ、旅人、最後のテストがまだだったよね。おう、でもどうして。じゃあ3つ目のテストはこれにしよう。元のテストもこんなんなのか。旅人のために作った特別テストだよ。あんたはモンドを救ったヒーローだからね。普通のテストじゃ物足りないでしょ。旅人、どうかな。いい答えだね。じゃあ飛ぼう。
旅人、すべての敵を倒してね。会長と飛行免許はこの先だよ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？
てこれるかな。試合をしよう。ピャッ。よっと。試合をしよう。ピャッ。ふっ。はっ。
この先は行き止まりみたいだね。あいつどこに隠れてるんだろう。アンバ、あそこだ。やはり来たか。ただの小娘だと。あんたが会長、もう逃げられないよ。逃げなくともお前はここまで来られないだろう。確かに高い。それに遠い。小娘、今から戻って団長でも呼んできたらどうだ。そしたら降参するかもな。セピロス騎士団を挑発してるつもり？今すぐ飛び越えて捕まえてやる。そうだね。目の前にいるのにこのまま飛んでいけたら。けど会長はどうやって行ったんだ？元素近くで痕跡は見えないか？やっぱないか。さらばだ小娘。なあ、あいつ逃げる気だぞ。迷ってる暇なんてないのに。でも飛ぶ以外にここを越える方法なんて。けど。心配しないで、私はモンドの飛行チャンピオンだよ。あの会長にできて私にできないはずがない。おい偵察騎士、死にたいなら風の翼なしでモンドの風神像から飛び降りた方がお前らしいぞ。答えはないって、こいつも分かってるみたいだ。旅人、私が間違えて渡した本覚えてる？最初の鳥は飛べなかった。鳥たちが勇気を振り絞ったから飛べた。私の答えを見ていて。うん、あいつに偵察騎士の勇気を見せてやる。おい、バカな真似はやめろ。おとなしく帰れ小娘。どうして？よく聞いてみてよ。周囲から聞こえてくるささやきを。飛べる。風はそう言ってるよ。あの雰囲気が見えない仕掛けだったの。会長が逃げた先はもう行き止まりだった。だから会長がここから脱出するには引き返すほかなかったんだよ。ああ、だ
だからオイラたちを諦めさせようとあんなこと言ってたのか。まあそう簡単に騙されたりしないけどな。旅人の言葉のおかげだよ。これこそ不可能を排除し、最後に残ったものがいかに奇妙であってもそれが真実ってやつだね。とにかく飛行っていうのはね、 7% の技術と 3% の勘、残った 90% が全て勇気なんだ。さっきのアンバーは勇気が 99% だったけどな。なんか私が初めて飛行テストを受けた時みたい。すごく緊張したけど最後は無事免許を取れた。それからのテストはそういった緊張感が全然なかったから、なんだか物足りなかったんだよね。待った、アンバーって飛行免許を持ってるんだろ？それ以外に何のテストを受けたんだ？それはモンド城内って飛べないエリアとか着陸禁止エリアとかが多くて、せっかく手に入れた飛行免許もすぐ取り上げられちゃってたから、全部で15回くらい受けたかな。でもいつも一発合格だったよ。やっぱり私の方は最高の指南書だね。旅人、時間があったらジンにちゃんとした飛行指南をしてもらおう。じゃあ会長をモンドに送るから先に戻ってるね。モンドに戻ったら大聖堂に来てね。飛行免許はそこで渡すから。もう行っちゃった。さすが偵察騎士、早いな。こっちもモンドの大聖堂に戻ろう。飛行免許取得の道はなかなか手強いな。